ユータ、ヒューガ、はい、ワンピースのラスボスジャンゴ説唱えてるやつ大体ジャンゴヤマト、カモトです。今日は何？今日は急ぎ。今年最初の方に出した動画でコムドットの今年の目標は YouTube で地盤を固めつつ外部のお仕事もこなしていきたい、個人の仕事もやっていきたいみたいな話があったと思うんですけど、まあ今今年始まってから2ヶ月ぐらい経ったんですけど、まあ宣言通り外部の仕事いただいたりとか、まあ休学以外は個人のバカお前仕事来すぎてるわお前な、もう困っちゃいますね。いやもうだからそのもうずっとそのあれだろ、車持ってない実家住みで今度は何ですか、仕事いっぱいですか？来てますよ。僕がマネージャーですから来てますから、はい、全ての仕事は僕がヒガ君の、はい、受けたまわってます。ごめんね、いつもありがとう。割と断ってるんですけどね、うん、すいません。じゃあマネージャーさん、どんな仕事が来てるんですか？いやもう本当にマニキュアから何から何まで全部。いや分かんないです、初めがマニキュアマニキュアからねから幅広くやってます。幅広く展開させていただいてます。その幅の端はどこ？端ですか？でもワークマン具体名やば具体名やばない？ワークマンさんから仕事をしにずっと言ってますけど。なるほど。でも断っちゃった。はい、まあちょっと金額交渉でちょっと難しくて。あ、揉めたんだ。言うの揉めてしまい、金額交渉を演者さんがやらっしゃってるの？いや、まあ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 、まあ、俺がやるとトゲ出ちゃう。あ、なるほどね。まあ、そんな感じで、まあ、個人の仕事だったりとか外部の仕事をいただいてる状況なんですけれども、なかなかね、やっぱ視聴者の方に、まあ、すぐ出せるものじゃないんじゃないですか、そういう仕事って。YouTube って例えば今日撮ったものを頑張れば明日あげれたり明後日あげれたりするんですけど、まあ、雑誌の撮影とか、まあ、モデルの撮影とかって、まあ、なかなかラグがあるわけで、でストーリーでなんかこう上げてるのも、まあ、1ヶ月後にみんなのとこに公開できる仕事だったりするんで、まあ、結構1、2月に爆弾をたくさん作った自信があるので、それがね、3、4とかで爆発するのかな。うん、そうだな。何でしょう、爆弾が一個ない人。いやいやいや、爆弾抱えすぎて焦ってんなの。全部不発弾でしょ。まずいな。どうせ爆発しなかったわ、ごめんみたいな感じで言う。導火線にも火ついてるからさ、長めにしてるからいつ爆発するかまで読めないけど。やばいね、導火線長めなの。ドカーン行くぞ多分。途中でハサミで切ってくる悪ガキとかがいなけりゃね。いない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 からいない、いっぱいいるから。いないかは。まあ直近の話で言うと、浦田さんと浦畑聖華さんで、あのビビで撮影をしてたみたいな。あれが3月23日に発売されます。おお、見たいね。普通にあんだけ楽しそうにされるの見たいですよ。はい、本当にすごかったですよ。マジでユーモアかっこよかったから、表紙とかじゃないからさ、多分これをちゃんと言っとかないと視聴者の人は買い損ねちゃう。これは3月23日発売の5月号ということなので、お見逃しなくよろしくお願いします。たくさん買ってください。そうすれば僕にお仕事がまた来ることが間違いないのでお願いします。それじゃあヒューガの仕事取れるわけないよそんなヤバいやつ。そうだよそんな感じでお前営業仕掛けてる。お前マネージャーなんだろ。え、僕いつもこのテンションでやらさせていただいてるんですか？バチバチ仕事来るから正解なのかいつまでやってる正解か。正解でしたよな。よかったよ。ゆうたくんの全員やめのね、撮影がこの間1日あったみたいで、まあ満身創痍だったらしいんですけど、まあ、それが また上がってくるのか。上がってくるんじゃないですか、月1で。月1なんだ。で、ゆうたも多分ね、これあんま詳しくないんだよ。ゆうたさんは演技に専念してくださいっていう方をサーディーさんの方から。ああ、なるほどね。サーディーさんの前は普通にバチンと出していく感じ、はい、今何話分まで撮ってますか？今5話まで撮りました。結構ね、じゃあと10話ぐらい。そんなないですよ。あ、でも8話、7話ゆうた自分で何話まで見てる？2話ぐらいまでは。おお、まあ、ちゃんと見てる。見たのね。僕も3話まで。おー、ユーマ超えてきてんじゃん。いや、出てないな。まさか。まさか。まさか。平気なんだ。嘘つくの、お前。今渡ろうとしたらダメでした。危ない。はい、まあ、渡れそうだったよ。渡れそうだった。もうさすがに出てると思った。予想でやんな。ユーマ、はい。まあなんかね、春ね、大学行く時の自転車なんか思い出しますけどね。どんな転換はいっぱいおかしい。ゆうたが言ったこともそうだし、あんた速攻で中退してるしその長めに感じてないやん。何が4回感じてなんか思い出すよ。別にいいだろ、人それぞれお前タイミング測るまあヒューガ君が言ったように春のほのぼのとした雰囲気なんですけれども、今日はちょっと急ぎでやらなきゃいけない仕事がありますと。まあこれはあのコムドット全員でやってるお仕事なんですけど、とてつもないプロジェクトです。まあ詳しくは言えないんですけど、雑誌系のお仕事です。もらってるページ数だったりとか内容がめちゃめちゃヤバくて、まあ早くね皆さんにお伝えしたいんですけど、まあそのある雑誌の中で僕たちいろんな企画をやらさせてもらってるんですよ。例えばまあ100の質問に答えるなんて普段と違う格好をするだったりとか、まあ、そういうのコーナーがあるんですけど、その一環でコムドットの1週間コーデを見せますみたいな企画があります。
だがしかしで、その1週間後でその1週間後でその買い出しがまだ終わっていない。明日なんだ。明日です。明日なんだ。明日の7時から。その1週間後の撮影が終わった後、また別雑誌の撮影が。マジで。いやもう大丈夫か。じゃあなんで個人の仕事のやつが弱音入ってる。いや弱音だね。なんでこのさめちゃくちゃコラボとかさドラマとかでさ満身創痍吐いて言うたの横でさ、うん、大丈夫になっちゃって、どう。いや、ヒガさん、もう少し頑張りましょうよ。マネージャーだ。もうちょっと頑張った方がいいです。給料もあるからね、はい、僕の生活高かったんで。そうだよね、ごめんすげえ金もらう。ということで、今衣装が足りてないわけですよ。組み終わってる人もいるんですけど、まだ全然組んでない人もいたりして、まあ、ちょっとまずいなと。で、本来だったらちょっと今日は YouTube ごめんなさい、お休みさせていただきますって言ってまあ、買い出し行けばいい話じゃないですか。そんなことはしないと僕たちは今年の初めに決めましたと。 YouTube あってこその外のお仕事っていうことが分かってるので、これは YouTube にしちゃうしかないと思ったんで、本日の企画やっていきたいと思います。ということで、本日の企画、緊急買い出し1週間コーデを組め。珍しい、おー懐かしいな。ということでですね、撮影をしながらその1週間後での衣装を買いに行っちゃおう。はい、そんな動画になっております。今回チームをもう分けてきました。お喜怒哀楽を出すのはやめよう、なんか変になる。あー、仕分けによってね。そう、第1チーム、ゆうた、あむぎり、ひゅう。はい、来た。珍しい。好きやだな。なんで。第2チーム、ヤマト、ユウマ。笑っちゃうわ。うん、頑張りましょう。頑張るもんだ。なんで上からだと、ユウマは。頑張りましょう、ユウマ。しかもなんか、お前運転させられるんじゃねえか。やばい、4ヶ月ぶりぐらい。いや、そうよ、ほんとに。まあ、久しぶりで楽しいかも。頑張ってみます。そうだ、やっていかないとできなくなっちゃうからし。できなくなるのはかわいそうよ。、うん、ということでですね、本日コーデを組めていないのがヒューガ君、アミリさん、ユウマ君だったんですよ。うん、まあ、組めてない体数が一番多いのが、うん、あ、俺なんだ。そうなの。何も知らないもん、俺。明日なんだって今知ったし。あ、でもちゃんと、あの、組んである。あ、そうなの。はい、何個ぐらい組んでる。ね、今に4個ぐらい。だから、ゆうたさんがちょっとまあ責任を持って。なんでやねん、お前なすりつけやがって。お前クソ野郎だな。おいおい、うんこみたいに言うね。靴の裏のうんこ、こうついちゃって、お前友達にチョコもらえなかった時か。どういうことや。どういうこと。そんな時お前だけで、そんなすんなり笑えんの。めっちゃ受けてるやん。入ってない。やばいだけよ。歌舞伎か、お前。拍手。歌舞伎やん。出前しやん。あー、懐かしい。懐かしくねえよ。懐かしい。あー、病気がね。懐かしいわ、その時の思い出。あなたたちは、ゆうたくんについてください。え、ゆうまくんは僕についてください。はい、いつも通り、よろしくお願いします。はい、暴走を止めてください。ひゅうがくんとかは、関係ない靴いっぱい買い出しちゃう可能性あるんで、そういうのをやっぱ制御する役割。決してゆうたくんが選ぶわけじゃないです。ただ一緒に買い出しに行く。変なことすんなよ。はい、で、今回1個ルールがあります。ご飯禁止です。はい、ご飯カット禁止です。あ、わかりました。カットか。了解です。ご飯は今日食べてる暇がないぐらい本当緊急で取んなきゃいけないので、帰ってきてから衣装フィッティングして、それをデータ化して送らないといけないから、ちょっとめっちゃ早で。ということでね、早速、まあ、車2台に分かれて向かっていきたいと思います。それではやっていきましょう。どうも、運転手の浦田です。いや、そんな感じだっけ。そんな感じだっけ。びっくりしたけど。ということで、はい、まあ僕とチームっていうことなんですけれども、選ばれた時の心境は。いや、ぶっちゃけ別にそんな僕はあんま嫌じゃないっす。ん、何
に。いや、まあ、みんな嫌がってると思うんですけど、実は僕そんなに嫌じゃないんで、あの大丈夫ですよ、鈴木さん。あ、違う違う、心配しないで。ユーマ、違う、ユーマ全然ちゃうな。あの、ユーマがこの全然大丈夫っていうことによって、他の人が普段ガチで嫌がってると思われる。これ一番まずいパターンになってる。しかも、何好感度狙ってんの。はい、僕好感度大事なの。去年さ、やっぱ結構ひどかったわけやん、人気投票とか。はいはい。今年どうなってる予想なの今。今年、あれですね、あ、震えてないですね、うまく。まだ全然調子を上げられてない。あ、結構長めに喋る、うん、やっぱ一人動画撮ってきたんでね、ベラベラ喋っちゃいますね。どうだったの、楽しかったの。めっちゃ楽しかったです。あー、よかったね。でもやっぱ撮影がありますから、うん、緊張しつつ、なんか二重人格みたいな感じ。あー、なるほどね。楽しむ自分もいつつ、うん、やんなきゃっていう緊張感もありつつ、ね、そうそうそう、まあ、だからね、その受験期にカラオケ行くみたいな感じの雰囲気楽しかったですよ。あー、なるほどね、うん、それはなんかビシッとハマってる。うまいわ。ハマってますか。ありがとうございます。でもなんか一個ちょっと垂れ込みがあって、はいはいはい、ゴータにね全部統括してたから、機材とかね、はい、その撮れ高とか全部ゴータに任してたから、ユーマ大丈夫みたいな感じで電話したのよ。そしたらゴータが、いや、ちょっとユーマさんご機嫌になっちゃってお酒飲んで寝ちゃいました。マジで全部撮ったのって聞いたら、いや、まだワンカットユーマさんが撮るって言ってたカット撮れてなくて一旦寝ちゃってますみたいな。なんで一旦寝ちゃってんのみたいな。いやー、まあこれはちょっと訳がありまして、コース料理みたいなところで食べたんですよ。そしたらコースに付随してコースのお酒みたいなのが出てきたわけですよ。あ、そうなんだ。で、なんか12品ぐらいあるうち、その12杯ぐらいそのお酒も届くわけ。あ、そうなんだ。そうそう。で、さすがになんか飲まなきゃなって思うやん。うんうんうん。まあ、多分あのそういうとこ慣れてる人だったらここでストップでって言うんだろうけど、うん、はいはいはい、僕たち慣れてなかったから、もう普通に12杯そのまま飲んじゃったわけ。え、ゴータも。いや、ゴータはノンアルコールで、ノンアルコールのゴータはあのストップしてた途中で。もうやばやばじゃ潰れてるやん、もう。マジ潰れてる。気持ちよくなって寝てたわけじゃないんだ。普通に潰れてる。あ、そうなんだ。いや、いいな。でも結構いいですよ。なんかさ、一人二人とかだったらさ、こういう旅行系の動画なんならストックとしていいやん。うん、なんかやっていくのありかなと思いましたけど。おー、なるほどね。例えばユーマアムコンビで旅行行くみたいな。あ、そうそうそう、その日ウィークとか作っちゃってもいいと思うしね。旅行ウィークみたいな。旅行ウィークみたいな。あ、めっちゃ面白いね。なんかすごい楽しいよ。あの動画もまあ難なく撮れるし、撮れ高もそんなに心配ないし、一人だとやっぱ心配だけどさ、まあ今回ゴータさんいたわけで、二人とかだとね、やっぱただ旅行してるだけでそれなりにいい絵になってる気がする。じゃあそのユーマ真面目なのやめて。ちょっとやっぱ真面目に話していくっていうことをね、やっていこうか。違う違う違う、あの視聴者の人びっくりしちゃうから。ただの不思議最高野郎が急に企画提案。びっくりしちゃうから。いいじゃないですか。いや、これがね、結構普段のゆうまくんなんですよ。ありがとうございます。視聴者の皆さん、あのこんな感じですよ、ゆうまくんは。こういう企画とか考えてみたんですけどどうですかっていうのはね、結構長々と喋ってくるタイプで、しかもそれが結構いい企画っていうのね。ありがとうございます。俺がさ、その企画考える担当っていう風にさ言ってるからさ、俺が全部企画考えてると思われるんだけど、意外とそんなことなくて、結構なんかやってる遊びとか企画やった時に視聴者の人にもらったコメントとかさ、うんうん、そういうのから作ることが多いから。そうだね。なんかヒューガと話してる時とかに生まれてることよく見ます。そうそうそう、うん、ユータも俺企画の相談したりするから、こここうした方がいいんじゃないとかで、なんか企画がなんていうの、固まってきたりする。でもこのアムギリっていう人が企画に全く噛んだことがない。俺さ、それでヤマトにさ、その今度言おうかなと思ってたのが、社長に企画提案してみたっていう。おお、プレゼン大会みたいな企画どうかな。面白い。なんかこの間やったもんね、社長に文句言ってみたみたいな。あ、そうそうそう、その時から思ってたんだけど、実はめっちゃ言えないやん、お前。めっちゃ言うの怖いやん。半年後ぐらいに今思い出した、それ言おうとしてた。うわ、超気持ちいいじゃん、じゃあ。めっちゃ気持ちいい今。忘れちゃってて言えなかったって。あ、そうそう、意外とね、あのたまに考えるんだよ、うん、こういう企画どうかな、うんうん、でも次の日に忘れちゃって。そうだね、企画あるあるなんだよね。これマジで風呂とかで、うわめっちゃいいわと思っても触れてた時に忘れちゃうみたいな、うん、メモっとく必要がある、ね、そう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 。で俺この間、先週ぐらいさ、めっちゃ忙しかったやん。めっちゃ忙しかった。去年を凌駕する勢いです。そうそうそう、で本当にヤバいってなったやん。でも今日までさ、スケジューリングこなせてるわけやん、うん、俺このスケジューリング、夢の中で思いついたスケジューリング。マッキーやん。いや、これヤバいのが、ユーマに誕生日スノボあげるっていうのを思いついた夢なの。マジか。うん、え、でもスノボ行くってなったじゃないですか、うん、いやー、すごい、やっぱスケジューリング素晴らしいなと思いましたよ。
うん、おおこれは名案だなと。確か僕がスノボ行った日、社長とゆうたくんがその仕事があってあれ出したもんね。俺はトレイスの関係で出版社行かなきゃいけなかったりとか、うん、モデルの撮影入ってて、でゆうたは一日演技の仕事入ってて、うん、他の人たちが編集でもよかったんだけど、うん、そこでゆうまに旅行プレゼントするっていう思いついたの夢の中で、でパッて起きた瞬間にこれだと思ってすぐメモしてすごい、ね、あれはねすごいよ。いやまずすごいね、全員がなんか不幸にならないし、あそう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 まあなんなら多分ユーマ一番喜ぶんじゃないかな、それが、うん、マジで嬉しかったし、なんかスノボのものだけをさプレゼントしても、まあ、なんかいけないし、あ、じゃあどっかで頑張って時間作って行こうってなって終わりかなと思ったから、素晴らしいですよ。だからゴータが久しぶりに本当にユーマさんのことかっこいいと思いましたって言ってたもん。あらマジで、スノボはマジうまいんだねユーマ本当に。いやありがとうございます。いやでもねちょっとやっぱブランクってものありまして。あ本当、うん、ゴータはどうだった。ゴータうまいよ。うまいんだ。うん、だカメラに徹してたからそんな派手なこととかやんなかったけど、カメラも見たんだけど、うん、GoPro の時はスノボマジうまいからめっちゃ綺麗な絵撮れてる。なるほどねめっちゃうまい人のスノボを撮る人だもん。うん、撮る人だった。あの人もうまくないといけないからね、うん、はい、ということでね、ゆうたの車久々久しぶりじゃん、ゆうた久しぶりやね。うわ、まあ、この光景久々だね。いや基本的にヒューガとこの車画角で一緒になることはないわけで。そうだよね、うん、そう考えたらやばい、マジで車持ってなさすぎやろ。メンバーヤマトもさ買う買う言ってなかなか来ないやん。あいつ車持ってないからね。ねあんな感じでね、うん、笑っちゃうやん毎回毎回休みの日ベンツ出して、おおおご探偵して、あいつもう会社付けですよ。であっちゃんはなんか知らないけど一生買わないでしょ。でユーマは買ったはいいけど全然運転しないから、なんでなんだろう。結局俺とユータみたいになってんじゃん。えぐいぞ普通に。そうだよ、だって同じ仕事じゃん、同じ編集バーって朝の2人だったのに、ただプライベートで車持ってる人が倍疲れるわけよ、うん、おかしい話ですよ。だからさ100万ずつくれよ。いや、じゃあ少ない少ない方だよね。え、だからそれさ、まあ100万は100万ってキリがいいから多分言ったんだけど、あっちゃんからしてどれくらいの謝罪料なの。どっちにいくらずつ渡せんの。だってあっちゃんが編集車に進めるとき進めれないわけだから、ね、でも夜は起きてなきゃいけないんだよ。これ考えてみ。はい、いくら。2000万。めちゃくちゃ合うよお前それはすごい申し訳ないと思ってるね。いいやつだな。それはすごいわ。いやまあすごい金額払うね、あっちゃんは。払うね。まあ友達やしね。友達だから払うね。友達のこと何だと思ってる。友達お金払わなきゃみたいな、お前かわいそうすぎだろ。うわ、なんか食いてダイエット中か。そうなんだよ。けども僕もね、ダイエット始まる時73点何キロあったんですけど、うん、今67.5キロですよ。いや落としすぎだろ。すごい。やばいし。うわすごい。2週間で 5.5 キロ。わすごい。え、じゃあ今2週間で 5.5 キロ落として今67キロ。そうだね。あとじゃあヒューが24週間ぐらいしたらいなくなっちゃうのね。ちょっとお前さ何がしたいの。マジでホントその感覚。俺はダイエットし続けたら消滅するよまあけどこんだけ早く痩せちゃうってことは危ないんだろうね、うん、食わないの俺って。いやダイエットねおすすめですけどね、気をつけながらなら。いやダイエットはいいんだけど、うん、めっちゃ仕事欲しいやんって思ってたんだよね。誰がヒューが。違う、入った仕事で痩せてるんだよ。え、けどさもう大丈夫だろ。いや分かんない、3月1日まではお願いしますってちゃんと続けてくださいみたいな感じだから。そこまでやったらもう食うの。いやまあカンコレはかっこいい状態で出た方が思い出かなっていうのはあるから、3月5日かなって感じ。いやもう思い出のために痩せるとか JK やんお前やってる。いや負けていいねじゃあここまで来たからねいいね3月1日まで来たならあと4日ぐらいを爆食してリバウンドして顔もくんでみんなに会いに行くよりはそれじゃない方が嬉しいじゃん、みんなも。プロフェッショナルだね。そうけどさ、そのカンコレってやっぱさモニターとかさ肉眼透明とかやん、そいつを見れんのって、うん、どうすんのその顔小さすくなりすぎてないみたいな。なるわけないだろ、骨やんね俺には。いやここ影とかになってたら嫌やん。まあそれはだからヤマトみたいにはなりたくない。ああまあな、あのこけるぐらいの、はい、まあ、そうさ。けどやっぱ首の肉が取れていくね、ダイエットすると。ほんとすごいね、よく顔から落ちていくよね。顔について顔で落ちるんだよ。すごいね。すごいね。あと3種類だってよ、ヒュー。
あっちゃん2種類である程度目星はつけてるんですか、あんたたち行きたいところ。だってさ、飯食うかとなしって言われてお腹空くわけでしょ。だからパパッともう買い物だけ済ましちゃえば30分1時間ぐらい飯食えるわけよ。確かにそうだよ。俺も別に飯は食うからな、全然。だからちょっと目処立てといてください、どこ行くか。あ、じゃあつな感じでもうちょっと原宿着くんで、そのちょっとの間にどこで何買うかとか、あのパンツが欲しいだとか、いろいろ頭の中で考えろよ。考えろ、お前言われてんぞ。頼むぞ、カメラ止めっけど、おめえらバイブス落とすんじゃねえぞ。落とすなよ。次の GoPro でこのままのテンションでいけんのか。いけるぞ。 GoPro ねえぞ。 GoPro もらってない。もらいました。なんだお前。意味ないの多いよな、会話の途中に。本当やめてくれよマジで。やめてくれよ冗談。今の顔の毛飛ばしてくださいもう。ファンの人いた？え、いた。でも、まあ、ほとんど話しかけられないですね。スノボしてると、うん、なんかこれ活路見えたんじゃない？ユーマ。いや、まずそうだよ。僕最近活路をすごい見出してるんですけど、うん、全然大衆のとこ俺いける。あ、ほんと、うん、その分もそうだし、温泉行ったんですよ、この間。マジでどうでもいいぐらい話しかけられない、俺。あ、ほんと、マジ、オーラ出てない。あー、それ、ユーマだけの活路やん。コムドットとしての活路見出してよ。ごめん、申し訳ないんだけど、俺、全然行けちゃう。マジか。うん。で、しかも、なんか、プライベートでさ、ガッて来られても、俺、あんま嫌じゃないタイプだから。どういうこと、プライベートでガッて来られても。あ、なんか、あ、ユーマさんですか、写真撮ってくださいよ、みたいな。結構、ノリノリで、風呂場とかで来られても、まあ、別に気にしない。タイプじゃ、タイプだから。お大丈夫か今のは。結構まずいとこが何個かあるけど、はい、まあ、他がまずく映るとかないと思うんだよ、うん、あの人それぞれだから、うん、いいと思うんだけど、まずユーマは話しかけられなくてもイラッとするし、話しかけられすぎてもイラッとするタイプっていうのは事前情報としてやっぱ出てるわけや。あ、まあそうですね。で、しかもそれグッと話しかけられても別に全然大丈夫なタイプなんでって言っちゃうとめっちゃグッて話しかけられるんですよ。あー、それはまずい。やだやだやだ。あの、だからあの僕のオーラのなさで、あのほどほどだからこそ大丈夫です。それだけです。数人にしてください。周りの雰囲気とか見て。周りは選べないから、そんなの。お前わがまますぎやろ、そんなの。だからその今はさ、デートする時間とかがないわけじゃん。だからなんか難しいけどさ、ゆくゆくはやっぱ女の子とデートをしたいわけじゃん、街中で。したいね。どういう場所がベストなんだろうね。スノボとかいいなって思ったけどね。マジそうで、マジそう。覆面みたいなやつかぶっていけば、うん、本当にデートできるなと思いましたね。彼女にもなんかかぶせちゃうからね。うん、うん、分かんないよ。で、一個それだ。ゆうたとそういう話してて、ゆうたが思いついたのがエグかった。夏祭りにこの仮面してデートするって。ああ、それ言っちゃっていいんだ。絶対ぶっ飛ばされるよ。いや、ワンチャンやばいよ。ほんとにゆうためっちゃ取っといてるからね。お前なんで最後の一切れ食ってんの、勝手に。しかもめっちゃ楽しそうに食ってんやん。バクバク。いや、そういうことじゃなくて。絶対怒られるよ。だってゆうたそれマジ使おうとしてんだもん。そっか。いや、申し訳ない。ゆうた、しかも YouTube で言ってなかったしね、今まで。うん、相当強みのある話だったの。そう、だから潰しちゃってるからね。ごめんなさい。ということでね、今日は衣装の買い出しということで。あ、でも普段ね、やってるもんね。あ、普段やってますね。やってもらってます、うん、やっていただいています。もうそう言うもんね、ユーマね。うん、そうですね。まあ僕がユーマくんに服買ってって、これどうこれどうみたいな感じでやるんですけど、ユーマの服すごい買いやすいのが、ほんとスタイルがいいのよ。足が長くてスラッとしてて、6ヶ月前ぐらいまではちょっとぽっちゃりしてたけど、今頑張って、いや、あのダイエットしてるやん、うん、だから着こなせる服が多い。おお、ありがとうございます。あとやっぱハイブランド系がすごい似合うから。それでユーマがおしゃれな評判をさ得てさ、例えばなんかラルフローレンとかのモデルやったらかっこいいよね。いや、めっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいよね。すごい、ありがとうございますよ。いや、そこがゴールですよ、宇多田さんのスタイリストとしては。なるほどですね。はい、トップスタイリストへの道ですか。そうですね。あの、浦田さんがハイブランドのお仕事をいただいた時に、僕はすごい嬉しいですし、ゆうまくんの持ってるポテンシャルを生かせたなと思うわけですね。めちゃくちゃいいやつですね。ありがとうございます。あ、これは別にいいやつとかではないんですけど、いや、もったいないなって。多分視聴者の人と同じだと思う、俺感覚的に。いや、ゆうまくんちゃんとすればかっこいいのにっていうのをちゃんとさせてる人。ありがとうございます。ほんと僕自分じゃできないんで。そう、ほ、なん、はぁ、やれよ。なんできねえんだよ。やろうとしろよ。やっぱそのさ、いろいろやってもらってるわけで、はい、ちょっとやっぱ意識的な部分が増えてきたかなとは思ってますよ。
言ってたね、なんかそのいい服着ると身が締まるみたいな。うん、それがファッションだと思いますよ僕は。着る服によって気分が締まる上がるとかそういうのがあるのね。この年になってそんなね根本的なところを学べるなんて素晴らしいことですよ。わ、適当モード入ったのこれボンによくやってるやつやろ。そうですね。ちょっとさ、俺のさセリーヌ見た？あー見た見た、かっこよかったっす。あれかっこよかった。えぐいね。セリーヌやばくない？セリーヌってやばい。ハイブランドの中でもちょっと王様感ある。うんうんうん、かっこいいよね。やっぱさ、あれだけカッコつけてさ、バンバンって写真が出るわけや。でもやっぱ俺からすると、俺 YouTuber だから言うけどめっちゃ嬉しいよ。うん、めっちゃすごい。いや、マジですごいなと思って。なんか僕最近アニメ見たんですよ、ランウェイで笑ってっていう。あー、ケイスケ君おすすめの。あ、そうですそうです。で、そういうののモデルの話みたいな聞いてたんで、やっぱそういうの見た後にセリーヌのモデルをやってるみたいな、そんなの聞いたらね、改めてすごいなと思いました。嬉しいですよね。誰でもできる仕事ではないというか、うん、すごいやりたかった仕事ではあったので、セリーヌやったからな、すげえ楽しかったしな。そういうことを俺はユーマもできると思う、うん、ああマジか。そうそう、ありがとうございます。だから今年の浦田さん、なんかああいうねハイブランド系のお仕事をやったら、まあこれ打ち上げでしょと。いやーいいね、うん、なんかちょっと落ち着いてたら打ち上げのしたい。あ、ユーマは来ない。あ、俺ね、俺と視聴者のみんなの打ち上げだから。やっぱ俺視聴者のみんながユーマくんをどうしてほしいっていうコメントすごい読んでるから、ユーマくんはこういう服が似合いますっていうのは、まあ俺より視聴者のみんなの方が分かってんじゃないのかなっていうのがあるから、この時の浦田さんのビジュアル良かったですとか、この時の浦田さんの格好好きですとかいうのを拾ってきて、そういうのを元にやっぱ組ませてもらってる。ああ、そうなんです。これは僕と視聴者さんの打ち上げです。まあでもそんな感じですね、はいはい、今日はいつも通りなんですけど、ちょっと早めに、うん、まあ急いでゆうまくん残り2コーデなんで、まあそれをねちょっと街中でふみに探しに行きたいと思います。それでは向かっていきましょう。はい、ということで原宿到着しました。いやーちょっとね、春を感じるようなね暖かい日差しです。すごい、お花見したい。じゃあ花見客今年やろうよ。あ、いいですね。普通に赤組とかでやれたら。おお、いいね。赤組集まりたいね、久しぶりに。結構会ってないもんね。結構会ってない。今年コムドットね、まだねクリエイターの方にあんま会えてないんですよ。そうなんですよね。会いたい。ちょっとやっぱりスノボ行ったんですけど、うん、女性がさ、やっぱさ大学生とかいたじゃないですか、うん、あー、なるほどね。あの、最近俺らすげえむさ苦しいんだなって思った。いや、マジそうだね家でこもって外出ずに撮影編集ゲームだけそれ以外なし。やばいよね。とりあえず浦田さん結構服持ってるじゃないですか。でも浦田さん靴は守ってないんですよ。ブーツとかさ結構いいやつしっかり持ってるんだけど、うん、黒いブーツだけだとやっぱ色の合わせが難しいわけよ、うんうんうん、だからなんかスニーカーとかで色の入ってるスニーカーとかでこのトップスとかと合わせるってやると結構いい感じになると思うから、まあ色の合わせとかも込みでちょっと一緒に靴見に行きたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。しごう。はい、ということで原宿着きましょう。ありがとうございます。ギャーン。はい、そんなんいいから買うのもの決めたんかや。うん、大丈夫、行こうぜ。どこ行くんですか、最初。とりあえず裏腹。まずさ、腹ごしらえしようよ。バカか。いやまあ今日本当に春って感じでね、俺はこう気持ちいいけど花粉の人は辛かったりするこの曖昧な期間ですけれど。期間春どうですか。春好きですよ。あんちゃんは。春はまあ、明け物ですね。ね、うるさい。いや、こんなよマジで、なんだ、うざいってよ、早く言え。いやまあ、好きですね。好きなの、うん、うっさ、お前なんで好きなの。好きなのかよ、人も好きぐらい、自由にさせてくれよ。好きなの、好き、言えよ。どっちかわかんないから、あけぼのって言ったとかならまだ許すけど、好きなのかよ、お前うざい、お前超嫌われてんね。めっちゃ嫌われて。ちなみに俺は大好きですね。ああ、そうなんだ。はい、大なの。春が大好きです。とりあえずここ行っていいですか。あ、いいよ、構わねえ。じゃ店入ります。はい、ということでやっちゃんがアウター買いました。じゃあ、ありがとうございます。人にやんなよ、お前アウター1個買ったね。はい、ということでアムギリがアウター1着買いました。おめでとうございます。いや、アムギリ羽振り良くなったわ。いくらしたんですか。いや、ちょっとびっくりしたんだけど、うん、68,000円。おお、羽振りいいな。全然そんな投資買ってなかったもん。あの感じで買うものじゃないね。6万もした。そっかそっか。まあ革とかも使ってていい服だったもんね。そうだね、レザーって言ってたから、うん、じゃあ次は僕ですか。まあ順番順番とかではないですけどもう行きたいんですよ。まあじゃあいいよ、普通に歩いてて、うん、俺欲しいもあったら言うわ。え、革靴なんてどこに売ってんだよ。でそれはちょっとまだ判断可能ではないから、うん、あの一旦みんなが探してる時に見つけたら買うぐらいの感じ見てるよ。そうな、うん。じゃあ、あっちゃんまずズボン探すか。お願いします。なんだよその声。ズボンってどこ。
ズボンつったらお前顔ハートやろ。あ、ハートか。おーハートってね。じゃあいっちゃおうか。あっちゃんは顔ハート好きなの？俺好きだよ。オッケー、じゃあ顔ハート行こうぜ。やめろ、飛ばすなお前。はい、ということでシュプリームであっちゃんがパンツ買ったんですけど、おやさん、もっと盛り上げろよ。あっちゃんが感じないだろ。まあっちゃんがパンツ買ったみたいですよ、スプリームで。そうなんです。はいはいはい、はい、あっちゃん買い物順調やね。ありがとうございます。お前俺も順調なことに気づけてないみたいだな。お前プライベート買い物やろ。パンツ4本。T シャツ1本。ありえないやろ、パンツ4本。もう5本買ってますよ。みんな買い物順調なんですけど、まだまだ衣装と揃えないといけないと。おーい、次に揃えなきゃいけないのは靴。これをね、探していかないといけないんですが、うん、ちょっとね、どこのお店に売ってるかもう分かんない。ここまで来ると言うたでも分かんないと。あっちゃんのやつはもしかしたらの場所はある。まあとりあえず探そうか。はい、ということでですね、今ねスニーカーのお店に行ってきて、ゆうまくんが2足で僕も2足買いました。はい。ファッションを極めていこうとすると、やっぱりその靴と洋服の合わせがどれぐらいうまいかっていうところにぶち当たってきて、だからゆうまくん目の当たりにしてたと思うんですけど、僕はほぼ店員さんに聞きます。うん、何色と何色が合うかっていうのは僕ちょっと色毛の関係で全く分かんないので、もう全部質問攻め、うん、まあ、僕も多分そうなるでしょう。いや、その方がいいんだよね絶対。だってプロなんだもん相手は。だからプロに聞くのが一番です。おしゃれになりたいとか言ってる人多分たくさんいると思うんですけど、うちのゆうたくんぐらいのセンスをもともと持っている場合以外は店員さんに聞くっていうのがね、ベストですね。ということでですね、まあ、僕たちがスニーカーを買っていたところですね、僕たちの裏方の編集長の龍馬くんっていう人がですね、いまして、半年頑張ったらしいですよ。あら、お疲れ様です、お勤め。龍馬さんおいで。さっきね、一回贈呈式やっちゃったんですけど、はい、半年間お疲れ様でしたけど。まさかこんなにいただけると思ってなかったので、よく頑張りました。ありがとうございます。いや、これ本当はボンにもゴータにも1年記念の時にプレゼントみんなからしてるんだけど、まあ、これは俺から。半年頑張ると社長から何かあるらしいと。いや嬉しいな、ガチで嬉しい。これをね、動画に映さないでやっちゃうと龍馬さんだけずるいになっちゃうでしょ。うん、だからこれを見た裏方は俺のとこにちょこちょこってきて欲しいも言ってくれれば絶対やった方がいいね、これは。何のプレゼントする。でも半年はどれぐらいに感じた？どうやろう、長いなとも思うし、振り返ってみたら一瞬やったな。いや、それめっちゃわかるわ。どっちでもあるよね。そうということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今からちょっと渋谷の方に移動してユーマのラスト1コーデを組んで、うん、で、速攻撮影場所変えたいと思います。はい、よし、行きましょう。はい、ということでね、今たくさん買い物してきました。いや、買い終わったね。アムギリがシャツと革靴、はい、購入成功しました。ありがとうございます。で、渡辺がパンツと革靴購入成功しました。すごいね、あんたたちのその買い物判断早いでしょ。早い、なんか適当に見える。すごい早すぎて。違うよ。いや、お前適当だろ。お前サイズ入ったらいいみたいな感じや。入ったベルトが正義だろお前。いや、革靴のあの入った瞬間、あ、もうこれでいいやかん、えぐかったぞ。革靴はプライベート履かないですか俺あんまり。あんま衣装としてね、ほぼ衣装ですよ。あっちゃんもね、まあ、革靴買ったんですけど、あっちゃんね、あれ結構似合ってたから普段使いした方がいいと思う。なるほど。でも買い物一通り終わったか。まあね、今から撮影場所戻るのもいいんですけど、まあ、ヒューガがね、まあ、インナー足りてない。あ、ないん。まあ、インナーはね別に動画にするほどではないから。あ、確かに。まあいいんですけど、うん、これね、カメラ止まった後帰るわけじゃないよっていうことだけちょっと一言言いたい。インナーを買いに僕たちまだ歩くし、仕事するよっていうのをみんなに分かってほしい。別に飯も食わないし。食わない、食うわけない。ヒューガとかはさ、そのサボってるみたいに言われ慣れてるからいいと思うんだけど、うん、俺とかあっちゃんやっぱサボらないから、まあ、動画で、まあ、だから探してるよ。サボってるわけじゃないからね、うん、やめてね。ガチやみたいな。じゃあとりあえずヒューガのインナーを探すたびにね、もう一回出ようと思います。お願いします。ご飯屋さんに着きました。はい、食べていきましょうね。いただきます。いただきます。骨すごい美味しいんですよ。お腹すいたね。いや、マジすいた。食いたかったね、ずっと。うん、皆さん、原宿来た際はね、食べてみてください。ちょっと食べて。ご飯の方今流れてると思いますけど、ご飯食べに来ました。うん、まあ、別にサボったわけじゃないね、決して、うん、ちゃんとやることやって食べる時間があったそれだけだよ。それだけの話だろ。で、これ食べ終わったら撮影場所戻って撮って終わりですね。やることやってるよ。じゃあね、うん、じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、ということでですね、渋谷のパルコ2店、買い物終了しました。
いや本当ね、パルコおすすめですよ。マジで僕聞かせていただいてるものほとんどありました。そうだね、いろんなお店が入ってますから、うん、本当に忙しい僕たちの味方というか、うん、まあ、本日も駆けずり回らさせていただきまして、うん、なんと、まあ、一応ゆうまくんの7コーデ分の素材は揃ったと。いやありがとうございます。今日の動画はまあこっからなわけですよ。今日は本当に忙しいので超特急で撮影場所に帰って、はい、ここからフィッティングをして、それをデータ化して PDF 化したものを担当者の方に送って、でそれをプリントアウトして、その色味とか全部見て最終的に調整しますと。これをやる動画です。そうですね、徹夜動画みたいになりそうです、ね、あ本当そうですはい、ということで戻って超特急で仕上げていきたいと思います。こんなんでパーリー輝けねえぞオーケー、戻る、はい、戻る、戻る、戻る、はい、撮るよ。オーケー、どうぞ、次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